三井本館です。残しながらこの神社にぎわってるね。よみがえらせながらパレードだ。作っていく。てかさっきから何その掛け声。いい質問ですね。残しながらよみがえらせながら作っていく、この言葉を大切にして日本橋の街づくりを街の人と一緒に行っているのが、まさか三井不動産です。絶好調だね。はい、三井でふふ三井不動産。広瀬すずさんです。お願いします。説明している言葉なので、そこまで。はい。よーい、スタート。作っていく。てかさっきから何その関係。いい質問ですね。はい、カット。絶好調だね。何その関係。いい質問。ちょっとだけ伸ばして。作っていく。今のが今だと作っていく、出しながら作っていく、この言葉を大切にして日本橋の街づくりを街の人と一緒に行っているのか。はい、カット。はい、カット。いいですね。またまた、またまた。イエーイ、スタート。パレードだ。やばい、カット。歩くんだと思いました。ごめんなさい。消えた頃よし、じゃあこれだ。まあ、またよーい、スタート。はい、よみがえらせながら、よみがえらせながら。お願いしよう。スタート。よーい、スタート。じゃーん、三井本館です。スタート。はい、残しながら。はい、カット。はい、オッケーで、これは俺もまた車抜かれるんじゃないかだからめっちゃ早く出てたんだ。そうそうそう、初めて写真撮られた人みたいな。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。本当に街中で広瀬すずさんですかって声かけられるより、三井のすずちゃんだって言われるんですよ。だからなんかすごいたくさんの方に見てもらえてるんだなって思うんですけど、別のこうドラマの撮影中にも役目よりもそっちで言われたりとかして、なんかやっぱ印象に残るんだなっていうか、自分だとあんまり実感がないんですけど、なんかすごい嬉しいですし、またこうしていろんな場所にどん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 こう遊びに行くような感覚で、その三井の建物作ってるものを見に行けるので、なんかだんだん楽しみ、どんどん楽しみになってきました。私あまりというかプライベートでもしかしたら来たことがないような場所で、やっぱりなんかこうちょっとなんていうんですかね、大人なイメージと言いますか、でも歴史的なとかなんかそういうイメージがあったので、あまり近づいたことがプライベートだとなかったんですけど、今回こうして来てみてなんかすごい楽しそうというか、思ったよりもラフなイメージに変わって、なんかこうご飯とかちょっと自分も大人になって行ける場所がたくさんあるんじゃないかなってちょっと昨日の撮影ですごい思っていて、今度だからちょっとこう街ブラみたいなのもしてみたいですね。でもなんか外歩いてるだけでもなんかすごい新鮮で、いきなりこうそれこそ神社があったりとか、結構参拝に来てるお客様がたくさんいらっしゃったので、なんか
こういうのにいいらしいよみたいなのをスタッフさんに聞いたので、なんかその力が欲しいときは神社に行ってお参りしたいと思います。なんかこうちょっとお仕事とか具体的なことではないかもしれないんですけど、最近大事にした大切にしたいなって思ったことは、自分の中で結構飽き性なところがあって、なんかこうお洋服とかももうこれ着ないなって思ったら人にあげたりとか割とするタイプなんですけど、家具とかはなんかちょっといいものを買ってどんどん自分でこうヴィンテージじゃないけど古く使って古きいいものに自分でできたらいいなというか、だからなんか最近ちょっとこうあんまりそこまでこだわりがなかったんですけど、家具で使っていけば使っていくほど味が出るようなデザインのものをちょっと買ってみたりして、これがなんか大人になってっていうか家族を持ったりとかした時に自分の部屋に同じものを置いておくとか、なんかすごい素敵だなと思って、物を大事にしようっていうのを最近ちょっとこう心に決めた瞬間があって、特に家具っていうのが今ちょっと興味があって、なんか残していきたいものを買って見つけて大事にしようって思ってます。話になりましたけど、今焼肉の方が食べてますすぐ変わるんで気をつけてくださいね鶏から牛ですか。もともと牛とか馬肉も好きなんですけど、最近はなんか牛がすごい欲してるというか、毎日焼肉食べたくて昨日も行ってきました、撮影終わってからみなさんこんにちは、広瀬すずです。三井のすずちゃんシリーズ CM も第3弾となりました。三井のすずちゃんもどんどん成長しています。街が一体となって成長している日本橋の風景とともに三井のすずちゃんを楽しんでいただけたらなと思っております。